皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は育児のお話をしていきたいと思います。先日インスタグラムのストーリーズの方で育児に対する質問や悩み、あとはこう面白いエピソードなどいろいろ募集したんですが、ちょっとこうね心温まる可愛いエピソードもいくつかあってこうほっこりさせてもらったんですが、ほとんどが悩み相談だったので、今回は大きくカテゴリー別、テーマ別にして皆さんのメッセージに対してこうお話を進められたらなと思います。今回ねこういう動画を作ったんだけど、私がこの動画を発信するにあたって、今まで大きく育児の話って一度も動画にしたことがありません。というのも自分の子供が小さい時は当事者だったので自信もなかったし、皆さんにこう私の育児はこうですって言えなかったんですね。それが今はこの春に小学校3年生になる息子になったので、まあ経験談として皆さんに話せるかなと思って育児の話を動画にすることにしました。なので私はこう専門家やベテランでもないので、皆さんの悩みに対してこう的確なアドバイスができるとは全く思っていません。答えが欲しいと思う方にはちょっと歯がゆい動画になるかなと思うんですが、私自身が育児をしている時にやっぱりこう先輩ママだったりとか経験してる方の話ってすごく参考になったし、今とかはねやっぱりお友達と会えなかったりとかもするので、同じ時代に子育てをするママたちとこうお話しする機会もなかなか減ってるかなっていうところで、皆さんと一緒にこうお茶する感覚で、いろんなこういうみんな同じ悩みがあるんだなとか、こういう時みんなこうしてるとか、そういう形で情報を発信できたらいいなと思います。なのでゆったりとした気持ちで聞いていただけたら嬉しいです。はい、ではいきます。まず一番多かった悩み相談がイヤイヤ期についてです。イヤイヤ期の2歳児に手を焼いています。ゆりあさんの息子くんはイヤイヤ期ありましたか？イヤイヤ期どうやって乗り越えましたか？今絶賛イヤイヤ期で心が折れそうです。ゆりあさんこんにちは。イヤイヤ期どうやって乗り越えましたか？2歳児男児のパワーに負けそうです。イヤイヤ期真っ最中でストレスがたまります。息抜きや気分転換をどうされていたか聞きたいです。1歳7ヶ月の娘、イヤイヤ期真っただ中、怒っても仕方ないと分かってるのに怒っちゃう、どうしましょう。もうこれほんの一部で、イヤイヤ期が今すごくピークです、大変ですっていうメッセージ本当に多かったです。まずね、私自身も息子のイヤイヤ期っていうものを経験して、あ、これが効いていたイヤイヤ期かと思いました。なんかいろいろなところでイヤイヤ期すごいよ、大変だよってきっと聞いていて、皆さん、あ、これがイヤイヤ期かって思った方結構いるんじゃないかと思うんですが、イヤイヤ期と言っても、まあ、小さい子供たちの自我の目覚め、まあ、自分の、ね、こう意思表示、感情などの成長によるものだと思うので、素晴らしいこと、めでたいことであるんですが、言葉が通じない、言葉やコミュニケーションがこう大人同士で話すような通じ方は全くしないので、まあ、どちらかというと一方的に子どもたちのこう本能である欲をこう満たしてあげなきゃいけない。だからって意思表示してくるけど、それを提示しても断られるみたいな状況ですよね。はい、なのでもうすごく大変だったなと思います。ね、うちはね、イヤイヤ期ではなく、イヤイヤ期なんだけど、言葉が嫌ではなく違うでした。なので違う違う期と我が家では呼んでいたんですが、何を言っても違う違うだったっけな、なんか違うみたいな、なんか可愛いんですけど何を言ってもダメみたいなことも結構あったり、もう何が嫌なんだろう、あれもしたこれもした、ちょっとこういう大好きなおもちゃ見せてみたけど、あ、もう全然違う、これも違う、えみたいな。でももうなんかスイッチが入った感じでもう、あーって泣いていて、で結構ね、これに対してどうやって乗り越えましたかっていう質問が多々来たんですが、私の場合は乗り越えられなかったです。もうこれは本当に素直に言うと全然乗り越えられなくて、気づいたら通り越していた、もうこれだけです。なので、あ、この方法いいから乗り越えられるっていうのは自分の中では全くなくて、
ただもうがむしゃらにその子供たちのわがままというかその本能による欲求を満たしてあげる、私たちだからお母さんお父さんだからできることをしてあげるっていうのにもう精一杯で、もう全然それ以上はできませんでした。なので私の中でイヤイヤ期の乗り越え方というか、イヤイヤ期の子供と向き合うために自分自身が自分のためにできることがオンオフをはっきり分けることでした。これ何って思うかもしれないんですが、今だとねやっぱりインスタグラムとか、まあ、いろんなところで日々みんなの情報が見えていて、同じ月齢だけどこの子もうこんなことできるとか、あ、子連れでこんなところ行ってるとか、もう何でもかんでも見えてしまう時代だから余計感じると思うんですが、私は息子が小さい時まだそういうものがそんなになくて、なんだろう、近所で子育てするのが当たり前で、息抜きで友達とカフェに行きたいとかやっぱあったので、当時ね結構何回かやっぱりこう子供連れて出かけられるってなってからおしゃれなカフェに友達と子連れで行くっていうのを何回かやったんだけど、毎回撃沈するわけですね。まあ、お友達の子供の中ではちょっとおとなしい子とか、あのお母さんが言ったことがスッと入る子とか、まあ、いろんなタイプな子がいるので、おとなしく一緒に食事ができる子もいれば、うちとかはもう食べるのも下手くそだったし、歩き回りたい、もうここにずっといられない、あっち行きたいこっち行きたいみたいな感じで、みんなでお茶しても私席に座っていられなくて、もうなんかお店にも入れないから外をぐるぐる散歩して、ちょっと眠たくなったら寝かせて、やっと戻って数十分ちょっとバーッと自分の食事を駆け込んで、あれ気づいたらもうなんか帰らなきゃみたいな感じでヘトヘトになって帰るみたいなことが結構続いて、もう自分が楽しめる場所はもう息子と切り分けた方がいいって思って、私はねこう息子といろいろお出かけをするのが夢というか楽しみだったんだけど、実際私が楽しい場所は息子は楽しくなくて、だったらそういう1ヶ月に1回でもいいから自分だけの時間を自分のために切り替えて作ってあげた方がいいなと思ってから、そんな頻繁には友達に会えなくても友達に会う日は必ず子供は預けられる誰かに預けて会うっていうようにしていました。ただこれはこう子供をね安心して預けられる環境がないと本当に難しいと思うので、そうですね、なかなかこうできないっていう方もいると思うんだけど、で私自身が専業主婦だったので、あの幼稚園に入るまではもう完全に自分が息子を見る、世話をするのは私ってなんかすごくこう思い込んでいたというか、なんかそれが私の我が家にとっては一番いいんだと思い込んでいて、なんかもうちょっと周りを頼って育児したいなってずっと思っていて、息子が3歳になった時に初めて一時保育を利用しました。登録をして、定期的にじゃなくてこのピンポイントでお願いしたい日にこう一時保育として預けられるっていう場所で、その他人の手を借りて息子を預けるっていうのが初めてだったので不安もあったんだけど、最初の登録の時に面談と、まあ、その登録するっていうものがあって、私専業主婦で働いてないんですが、なんかこういう保育園に子供を預けても大丈夫なんですかって普通に質問として聞いたら、そこで初めて会ったこう私たちの母よりもちょっと上ぐらいの世代の先生が、いや当たり前じゃないって、お母さんだってお友達と会ったり買い物したり美容院行ったり自分のために好きな時間いくらでも使ったっていいのよって、そういうためにこういう場所があるのよって言ってくれた時に、私本当に初めましてだったんですけど、そこでもう号泣してしまって、あ、なんかこういう温かいなんか環境のだったら息子を預けて自分が自分らしくいられるのかなと思って利用することにしました。なのでなぜか私は幼稚園になるまでは自分が見るっていうなんか
思いをすごい持ってしまっていたんだけど、例えば特にこう専業主婦の方ちょっと思いがちなのかなって、私がそうだったからちょっと思うんだけど、お金を払って預けるのって私そんなことしていいのかなって正直ちょっと思っていたりしたんだけど、今ならすごく言ってあげたい。ぜひね、もしそういう一歩を踏み出せずにいる方がいたら、一度ね利用してみて、お互いのためになるんだったらそういう場所を利用するのも一つの手かなと思います。ちょっとね、答えになってるかわからないんだけど、私の中で一番イヤイヤ期と向き合う自分を保つ方法としてはこれが一番だったかなと思います。はい、それに合わせてとても、多かったのが、余裕のなさからつい感情的に怒ってしまうのが悩みです、直したい、こういう、つい小さい子供に怒ってしまう、怒鳴ってしまう、いつも怒ってる自分が嫌だ、そういうような内容もすごく多かったです。で、私イヤイヤ期の何が一番辛かったかなって、まあもちろんこう子供の欲求に振り回されて、あの1日なんて本当にあっという間に終わります。その中でこんなに可愛くて小さい、まだまだ小さい子供たちに対して私もね、すっごい怒鳴ったりしてました。大きい声出したりとか、それがね、あの元々の自分の性格の中にはないことなんですよ。私大きい声出したりとか怒鳴ったりとかそういうことをするタイプの人間ではなかったのに、ちょっと声を大きく出してる自分になんかすごく自己嫌悪になります。なんで私はこんなに器が小さいんだろう、不器用なんだろう、こんなことでイラッとしてしまうとか、あとはこう周りのママたちがすごいニコニコと優しいように声をかけてる姿に、なんで私はああいうママたちみたいに優しくしてあげられないんだろうって思ってしまって、息子がすやすや可愛く寝てる寝顔を見て反省をしっていう毎日で、育児が大変大変っていうと、まだあのお子さんがねいない方たちから、育児ってそんなに大変なのもすごい嫌だって思われがちなんだけど、そうではなくって、一日の中でもう本当にこういう感じで、あ、もうすごい大変、もうなんで私こんなにダメなんだろう、次の瞬間にはもう息子が可愛すぎて、あ、もうなんでこんな可愛いのって、すごい幸せ、可愛い、なんか大事とか、もうハグみたいな気持ちがあって、でそこからまたすぐこういう感じで、一日の中にもう気持ちがもうジグザグでっていう感じでした。だから育児は大変なことはもうはっきり言いたい、私はすっごい大変だったけど、それが全てではないし、当時すごい大きな声出したりとか怒っていたんだけど、私の場合はだけど、もうそういうことがほとんど今もうないし、それはなぜかというと、息子とちゃんと言葉でコミュニケーションが取れるようになったからです。ここが本当に一番の違いだなって思ってます。はい、次に多かったのが、幼稚園や保育園、あとは習い事など、あの育児をする上でね、他の方と一緒にこう子育てをしていく上でどういうところを選ぶか、そういうところの質問が多かったです。我が家は4歳になる年のタイミングで幼稚園に入園しました。幼稚園によって方針が本当に全然違うので、自分の子供がどういうタイプかっていうことと、まあ親の方針が大事かなと思うんですが、我が家の場合はまあ一般的にこうお勉強系だったりとかスポーツ系とか、まあ自由な伸び伸びした園とかいろいろあると思うんですが、やっぱうちの息子の場合はあまり型にはめすぎる縁はちょっと違うのかなって最初から思っていました。なので伸び伸びできる、もう彼が彼らしくいれるような、まあそういうところを一番大事にして選びました。息子が通った縁だと、その中でも規律とかお勉強とか、まあちゃんとそこはしっかりやってくれている、だけどなんかその子供一人一人の個性をしっかり伸ばしてくれるっていう印象がものすごくあったので、あのそこの縁にしました。でその中でも特に私が一番ここの縁がいいなって思ったのが、
幼稚園の先生たちを見た時です。なので見学に行った時に先生たちがすごく明るく楽しそうにはつらつとしていて、子どもたちがその楽しさに引っ張られていってるような、そんな印象があったので、うちの息子にはすごくぴったりな園だったなと思います。育児って本当人によってそれぞれなので、まあ、幼稚園までに必ずひらがなは全部読めて書けて素晴らしいっていう園もあるし、まあ、ひらがなって正直小学校で用意どんで始まるので、まあ、そういうのは気にせず、そのうち幼稚園でこうゆっくり楽しく子供らしいことをしながら、まあ、小学校で用意どんで始めるっていうのもあるし、なんかいろんなものがあると思うけど、私はなんか何でも、なんだろう、レベルが高いものとか教育を早くやればいいとは思いません。その特に子供に対して、トイトレとかひらがなの読み書きが遅い、言葉が遅い、そういう悩みも結構あったんですが、私は息子を育ててすごく感じたのは、息子だけじゃなくて周りの子たちを見てもなんだけど、多分子供たちのその取得するものってその子たちそれぞれのタイミングがあるんだと思います。うちの、ね、息子は、まあ、トイトレもすごく遅かったし、周りがどんどん取れてったりとか、もうトイトレ始めたって言われた時に、え、もう？みたいな感じだったけど、コミュニケーションがまだここまでうまく取れてない子にトイレ行きたいとか、そんなことを求めるのはちょっと苦だなって思って、もう周りのタイミングをもう一切無視して、もうそれはもうその時からもう私は子供のなんかこうそういう教育面なんかちょっとこう競い合ってる感じのママとかも正直いたりするので、なんかそういう風には絶対したくないなって思っていて、目の前の子供を見てこの子に対して一番いい時期を見極めてあげられるのが私たちの役目かなと思ってます。もう早く小さいうちにいろいろ取得させたい、勉強させたいっていう気持ちももちろんわかるし、早いうちにやった方がいいとかね、いろいろ聞くからそういうふうに思ったりするんだけど、経験する分にはいいけど、それを取得させようと親ががむしゃらになるのはなんか親のエゴで見えしかないのかなって私は正直思ってます。はい、なので目の前の子供を見て、この子には何が大事かな、何が大切かなっていうのを見てあげられることが一番大切だったなって思ってます。児童館など行かれてましたか？ママ友はどのようにして作りましたか？このママ友問題、ママ友を作ったか作らないか、どうやって作ったか、ここら辺の質問もすごく多かったです。特に今コロナっていうこういう時期もあって、児童館とかやってないのかな、やってるのかな、気をつけながらなのかなとか、まあ、気にしている方は なかなか行けないと思うので、新しいコミュニティを作るっていうのは結構な難題なのかなって思ってるんですが、私はね、児童館とかそういうイベント、地域のイベントみたいなのはちょくちょく行ってました。でも正直得意じゃないので、どんどん新しい友達を作れるっていうタイプではないので、児童館とかそういう決まった場所よりも毎日公園に行ってました。いろんな公園と、まあ、近所で決まった公園とかな、そこでできるママ友は、でも正直私は一人もできませんでした。もうすごい悲しいよ。ママ友が本当にできなくて、なんかママ友できないねとか言って母とかにもすごい言われて、いやできないんだよねって言っていて、こう見えて私実は人見知りなところがちょっとあって、本当の用意どんで初めての方と喋り出すのがちょっと苦手だったりとかして、なかなかママ友ができずにちょっと悩んだりとか、ママ友はいなくていいやって正直思っていました。大親友でもう10代からの友達が1人、同じタイミングで1年違いで子供が生まれてるので、その子とばっかり会っていて、まあ、その子がいるから私大丈夫、もうママ友は大丈夫、いらないって正直思っていたんだけど、子供が2歳かな2歳ぐらいの時に通った習い事で初めてママ友が1人だけできました。なので私の大きなママ友って思える
ママ友ができたのはやっぱり幼稚園に入園してからです。私はね、これは本当に私の宝でもあり、もう自慢でもあり、幼稚園に入園したことによって息子がくれた縁で、もう本当にこの年で今のタイミングに出会って大親友と思える人たちに出会えたこと、これはもう本当に私の人生にとっての宝なんだけど、彼女たちがいて、やっぱりママ友ってすごいいいなって、最高だなって思うことがもう何回もありました。ママ友いなくていいやって、まあ、そういう方ももちろんいると思うけど、私は正直ママ友がいたからこそここまで育児楽しくできたなって思ってます。私の話でしかないんだけど、私は幼稚園入るまではほとんどできなかったです。頑張ったけど、あの一人できてもうそれが精一杯で、幼稚園からママ友ができたので、もし小さいお子さんがいてね、あのママ友欲しいなって思ってる方は、あの積極的にやっぱりね、こういう同じ地域の人が集まる場所に行って声をかけて仲良くなるっていうのをすごい大事なんじゃないかなって、私ね、友達できなかった私が言うのもあれなんだけど、大事だと思います。あとはやっぱり子供同士があの相性がいいと親も相性がいいのかなって、なんか私的には思ってます。なんかやっぱり子供同士がね仲いいと自然とあの共通の話題もやっぱり多いし、なんか母たちもちょっと似たタイプの人が多かったりとかして、すごくあの合うなって思ってます。まあ、ただ逆に私違う友達から聞いたのは、子供同士はすっごい仲いいんだけど、ママ同士がすごい合わなくて困ってるっていう話もあったりするので、まあ、これは一概には言えないんですが、あのもしママ友を見つけるんだったら、子供がなんか気が合いそうな、一緒に遊ぶおもちゃが似てるとか、なんかこうごっこ遊び似てるとか、そういう子たちのお母さんに、私だったら、あ、今おいくつですかってまず声かけて、ちょっと近づく、ナンパをするっていうのがいいのかなと思います。はい、最後はこちらです。育児で心がけていることがあれば教えてください。こちらもすごく多かったです。一番何を大事に育てていますかっていうことなんですが、自分の中でやっぱり一番って正直決められないけど、その中でもざっくりと言うと、私は息子が息子らしくいられるようにすること、もうこれが何よりなのかなって思ってます。私の凝り固まった価値観、固定概念で息子の考えにノーとは言わないっていうことかな。親になるとやっぱりこう期待とか、あとは逆にこう心配だから、子供にこっちの方がいいんじゃないか、こういう失敗をさせないようにこういう道を示してあげようとか考えるってすごく多いかなって思うし、私もそういう気持ちもなくはないんだけど、まだこの小ささだから言えるんですけど、失敗は失敗だと全く思わないから、本人がやりたいこと、好きなこと、まあ、そういうことにはもう全力で応援してあげたいし、もう否定する気持ちは一切ないっていうことです。彼が彼らしくいられるようにサポートする、もうただそれだけです。はい、ということでね、今回はもう本当にすごくいろんなお悩みとかメッセージがあって、私もう涙なしでは読めなくて、やっぱり少し私はね、もう乳幼児の時期から息子を通り過ぎてしまったけれど、同じ世代でこうやって一緒に育児できるっていうのはすごく貴重だなと思ってます。なので私もあの SNS とかで育児に対して参考にさせてもらったりとか、共感したりとか、逆になんでこういう考えもあるんだとか、まあ、考えることいっぱいあるので、あの情報って今ね溢れてるからこそ、人の話を聞いて、あ、私とは違うな、あ、私はこう思ってる、一緒だなって自分が判断する力っていうのもすごい大事なんだなって思っています。私がね息子を育ててるその小さい頃は、今思い返してもいつでもなんか涙がこうフルフルしちゃうぐらいちょっと大変だったし、胸がキュッてなるんだけど、まあ、それ以上に本当にかけがえのない時間だったなってもう心から思ってます。なので皆さんもね、きっと今すっごく大変だけど、
必ずいい思い出というか人生のね宝物になると思うので、今毎日を精一杯目の前のお子さんを大事に育児頑張りましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。